こんにちは。今回はこちらヘイトピールで購入しているコットンニート S、 こちらの4色を使ってバッグを編んでいこうと思います。こちらが綿 100%、 150g コーン巻き、白は結構使うかなと思うのでたくさん入ってる方がいいかなと思うのでこちら買いました。カーギ針が4号から6号ですね。色番1番です。こういうの、これもねちょっと使ってるんですけど、でこういうのとかね全色買ったんですね、私だいぶ前に。でこれあるわと思って、でこちらが 40g なので長さは違いますね。こちらが 356m、 こちらが 95m ですね。で色番が20番、こういうのと、こちらが色番が4番、こういうのと、でこちらが色番35番、こういうのを使っていきます。こちらで底を編んでいこうと思いますね。で側面をこの3色で編んでいこうと思っています。はい、中心部分から糸を取り出して、今回6号で進めていこうと思います。でこういうふうにして糸をかけてぐっと締めて、ここから鎖編み123っていう感じで好みの長さ鎖編みを編んでいきます。はい、今回は鎖編みを40目で決めていこうと思います。で立ち上がりを1つして裏返しにして、立ち上がりではない次のところ裏山を取って、いつもと同じように長方形で広げていこうと思います。それで何段か編んでいくんですけど、長方形の編み方は別で取っているので、そちらよかったら見てみてください。その増やし方で何段か編んでいきます。で何段増やしましたっていう感じをお伝えしていきます。はい、こんな感じで編んできて、今回は2段にしました。2段目まで増やして、でちょっとサイズを測って進めていこうと思います。だいたい横幅が 21.5cm で、深さがちょっとだけ待ち作りましたね。 2cm ぐらいになってます。何か参考にしてみてください。でこの3色どれからでもいいんですけど、白から入れていこうと思います。そうして糸を取って、でこのベージュはここから使わないので切り離していきます。で一番最後の細編みのところ、この3個したところの一番最後ですね。ここで白に変えようと思います。細編みをして、で糸をこの裏のところに当てて、で白も足していく糸も手前に当てて、でここで引き抜いて白に変えました。でこの2本を巻き込んで、最初の細編みの頭裏を見て引き抜くので手前から向こうに刺して引き抜きで、立ち上がりを1つして引き抜きではない一番最後の細編み、ここはマーカーつけてるんですけど、もう広めないので締めなしで編んでいくので取っておきます。取ってで白で編んでいくんで、でこのブラウン、こちらを巻き込んで、で切り離していきますね。ここで1つ細編みをして、1つ目のところにマーカーをつけて進めていきます。細編みして、で針を入れて裏に糸を巻き込んで細編み、これで何目か巻き込んで糸をカットしていきますね。このブラウンはこれで何個か巻き込んでいきます。こんな感じで何個か巻き込んだので、ここで離して細編みで、ここでカットできるなと思って、ちょっと緩みがあるのでこうやって緩みを取って、でギリギリで糸をカットして切り離して進めていきます。で白で1周細編みを1つに対して1つずつこのマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで編んできて、で一番最後細編みして、で表を見て引き抜くのでずっと表を見て編んでいきますね。輪を大きく出して、最初の細編みの頭裏から針を刺して、で輪をかけて引き抜きでまたすっきり見せていこうと思います。立ち上がりを1つして、で表に返して、根元細編みの頭から細編みで始まります。細編みして、でここでマーカーをつけて1つ目ということで、で次は糸をかけて123個目のところに同じところに長編みを、5個していきます。厚編みを編んでいきます。1 2、3、4、5で5をしたら、ここの入ってないところが123個目、3個目の細編みの頭に細編みでつなぎます。でまた次は2つ開けて長編みを5個入れます。糸をかけて123個目、ここに針を入れて同じところに長編みを1、2、3、4、5、5個長編みをしたら、また123個目、3個目のところに細編みの繰り返しをずっと1周最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと1周細編み、長編みを同じところに5個っていう感じで間を2つずつ開けて編んできました。で一番最後、ここで引き抜きのところで次黄色入れたいので、ここで本当は入れたいんですけど、ちょっとあらかじめ出しておいたんですけど、ちょっとね難しくなるので、こういう風に引き抜いて、ここでね表を見て輪を大きく出して引き抜いていかないといけないので、ちょっと私的に難しいなと思って、最初の細編みの頭に裏から刺して輪をかけて引き抜きして、で立ち上がり1つのところで次黄色を入れたいので黄色を持ってこようかなと思います。で裏に糸を当てて、でここで押さえ直して立ち上がり1つでこの黄色に変えようと思います。で立ち上がり今1つしたんですけど、次は細編みの頭を今してるんで123個鎖編みをしたいんですね。なのでこの白もずっと使っていくので、ここで立ち上げていきたいんですよ。巻き込んで、で2つ目鎖編みで向こうに白があるので手前にこう巻き込んで3個目鎖編みで、次4個目しないんですけど、ここで挟んで糸をかけて表に返して、でこの根元のところにあと2つ長編みをしていきます。で最初の鎖編み3目も1つとして数えていきますね。長編みを1、同じところに2つして、でここの鎖編み立ち上がり3のところも1目として数えていくのでマーカーをつけて進めていきます。そしたらこの白もこの後使っていきたいのでさっと使えるかなと思うので、ここで立ち上げていくと便利かなと思いますね。で次は前段のこの白で編んだ長編み5個の真ん中なので123個の真ん中のところに細編みをします。細編みをしたら糸をかけて前段に編んだ細編みのところ、ここの頭を普通は取ると思うんですけど、私はこの細編みの根元でこう糸がかかってる右側に持っていって、ここで長編みを同じところに5個していくんですね。そうするとここはすっきり見えるので1、2、3、ちょっとね取りにくくはなるんですけどおすすめですね。4、5で細編みのところに5個同じところに長編みしたら、次は前段の長編みが5個してる真ん中、ここに針を入れて細編み、そしたら糸をかけて前段の細編み、ここの足の間を取って、でこうかかったらこの左側に糸を持っていって、こうですよね、見えてなかったかな、こう普通に刺さるところなんですけど、この糸を左側に持っていった状態でここに長編みを5個、取りにくい場合は細編みの頭に通常通りっていうかされるといいかなと思います。なんかね結構ねがっぽり穴が開くので気になるなと思って、こういう風にしてるだけなんで、私は1、2、3、4、5個同じところに長編み、この繰り返しぐるっと1周黄色でこの最後のところまで編んでいきます。はい、こんな感じで黄色も最後の方まで編んできて、前段と反対のことをしてきましたね。で前段が長編み5個入ってるところの真ん中を細編みで編みます。で最初のところは鎖編み立ち上がり3と長編み2つ入って3個長編みが入ってることになるので、糸をかけてこの長編みが入ってる目、ここに針を入れて、ちょっと遠くなるんですけど、ここに長編みを2つで終わります。1、2。で、2つしたら、ここでまた最初の鎖編み、立ち上がり3のマーカー入ってるところ、ここに、まあ、このね、流れで見ると、この鎖編みのこの裏山を手前に置けた状態で、針でね、この爪でカリカリして、で、向こうを押すとこう2本かかってる状態。で、ここの白のも巻き込んで、で、ここで引き抜いて、あらや、ここでね、黄色で引き抜いて、引き抜きしたら、立ち上がり1つのところで、また次はこのグレーを入れていきたいので、ヘラに糸を当てて、で、グレーで立ち上がり1つしようと思います。で、この3本をここからずっと使っていきたいので、この切れてない方のあと2本、今休ませてる2本をここで巻き込んで、で、これで進めていこうと思います。で、ここがぎゅうぎゅうで入りにくいんですけど、本当はね、同じところに入れたいんですけど、入ればここ同じところに入れていきます。まあ、結構いっぱいいっぱい。それで根元から細編みを1つで進めていきます。まあ、いっぱいね、糸が引っかかってきて、ちょっと編みにくいかもしれないですけど、細編みをして始めていきます。で、揺れ身があれば、こうやって揺れ身を取って、ここは1つ目っていうことでマーカーをつけて、で、1段目と同じ編み方になります。細編みから始まってますね。で、次は長編み5個。糸をかけて前段の細編みの、私はこの頭は通るとこ穴が開くので、この足のところ、針を入れて、で、裏を押すと、この糸が右側に来るんで、この糸を左側に持ってきた状態で、で、ここで同じところに長編みを5個して進めていきます。1、2、3、4、5。で、5をしたら前段何が入ってるかなって見たら長編み5個入ってるので、12345の3個目のところに細編みで、糸をかけて前段の細編みが入ってるこの足のところを取って、この左側に糸を持っていって、同じところに長編み5個、この繰り返しでまたずっと編んでいきます。はい、こんな感じでグレーのところもずっと最後まで同じように交互に編んできました。で、前段が細編みだったので長編みを5個同じところに入れて終わってます。で、最初のこの細編みの頭にまた輪を大きく出して、で、休ませてる糸が必ず2本ずつなってくると思うので、ここからはこれでまた2本かけて、最初の細編みの頭に裏から刺して輪をかけて、で、引き抜きで立ち上がり1つで細編みでしていくので、1つだけ鎖編み立ち上がり1つするんですけど、その時に白に変えていきたいので、グレー休ませて、で、白を持ってきて、まあね、このややこしさが好きって感じですね立ち上がり1つして、揺れ目があればここで引っ張っておきます。で、表に返して、で、根元から編んでいくんですけど、あ、そっか、細編みなので鎖編み1で2個して3個しないといけないですね。3個の段ですね。で、4個目しないんですけど、あとの2本休ませてる糸を向こう側に渡して、糸をかけてこのマーカーが入ってる根元から、前段が細編みなので長編みの段ですね。長編みを2個します。1、2で2個したら、最初の鎖編み立ち上がり3がまた1目として数えていくのでマーカーをつけて、次は2段目の編み方、こういう感じでぐるぐるずっと進めていこうかなと思います。で、今のところは白、黄色、グレーでずっとこの順番で入れていこうと思うんですけど、まあ、ちょっと変になったら変えていくかもしれないですけど、何もない限りは、まあ、ずっとこの順番で入れていこうと思います。まあ、編み方としては同じなので、書いても変えましたっていう感じで、結構好みの深さが編んだところでお伝えしていこうと思います。これで好みのところまで編んでいきます。はい、こんな感じで横幅に対して深さこれぐらいかなっていうところまで編んできました。で、言ってた通りの順番で色を入れてきました。白黄色グレー、白黄色グレーっていう感じで編んできました。で、何段編んだかというと、この白のところからなので12345678910111213141516171819202122232425段編んできてます。で、ここでまたねそこで反対色に変えて持ち手を編んでいこうと思うんですけど、まあ、何段か細編みを入れてから持ち手をつけていこうと思います。で、色の変え方は、まあ、今までしてきた通り色を変えようと思います。青を大きく出して、で最初の細編みの頭裏から針を刺して、で引き抜きは白にして、でベージュでこう当てて、で立ち上がり1つのところでこの糸は全部どうしようかな、こうだな、立ち上がりを1つしてからちょっと長めに残しときますね。で、まあ、全部巻き込もうかなと思いますね。巻き込んで立ち上がり1つしたのでここで挟んでる状態ですね。で表に返して、でこの細編みから始まっているので細編みの向こう半目裏のポチッとしてるとこ取って、で細編みで進めていこうと思います。糸をかけてるな、この状態で向こう半目裏のポチッとしてるとこ取って細編みを1つずつ編んでいきます。で1つ目っていうことでマーカーをつけて進めていきますね。でこの長編みの頭もこの頭向こう半目裏のポチッとしてるとこ取って細編み、向こう半目ポチッとしてるとこ取って細編みで、この筋を残していくとこの辺と揃っていくかなと思うので筋を残していきたいんですよね、多分手前に。で向こう半目裏のポチッとしてるとこ取って細編み、これでずっと編んでいこうと思います。細編みの頭も同じように取っていきます。ぐるっと1周マーカーの手前まで編んでいくんですけど、まあ、尻尾を切り離しておこうと思います。同じぐらいの残してカットして切り離して進めていきます。ぐるっと1周細編み編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと1周細編み編んできました。で表、中表で編んできてるんで表を見て引き抜くので輪を大きく出して、最初の細編みの頭裏から針を刺して輪をかけて、ここで引き抜きで立ち上がりを1つして、一番最後の細編みの頭裏から刺して、またここから1つ目っていう感じで、これでぐるっと1周また何段かを深編みで編んでいこうと思います。で何段編みましたっていう感じをお伝えしていきます。この細編みの頭を全部拾っていきますね。これで1つずつ編んでいきます。はい、こんな感じで往復編みで3段編んできてました。でここが一番最後なので最後のところまで、めっちゃ手震えてますね、一番最後のところまで細編みを入れて中表で編んでて、表を見て引き抜くので輪を大きく出して、最初の細編みの頭裏から刺して立ち上がりを1つして、一番最後の細編みの頭を裏から取って、ここからずっとまた編んでいきます。編んでいくんですけど、ここで持ち手をつけていこうと思うんですね。で持ち手の位置を決めていくんですけど、まあ、こうやってね置いてみた時にここの一番最初のところ、まあ、ちょっとこう回ってきてるんですよね。なのでここでこういう風に持ち手を決めると全体的にバッグが歪むので、私の場合はこうやってずらすんですね。ずらして決め直して、でここは端なので一応マーカーつけとくんですけど、ここでマーカーつけて、でこの状態で、まあ、反対側はねこの持ち手を決めた後でずっと編んでいったら自然に決まってくるので、ここはマーカーせずに進んでいってもいいと思うんですけど、これで1周が90目あったんですね。でいつもと同じように割り出して片方が45目で、45目をさらに3分割にすると151515で割り切れるんですけど、ちょっと中を広げたいなと思うので2つずつ中に持ってきて131913で決めていこうと思います。でここは端のところからこうずれてる分は、まあ、最初に編んだことになっていてちょっこの伝え方が難しいんですけど、まあ、このマーカーのこちら側から12345目あるなと思って、で13今回編んでいくので56、ここから6でこうやって6、7、8、9、10で13編んでいきますね。11、12、13でこれで13編んだことになってぐるっとこう回ってくるので、一番最後にこの足りない分5目を編むんだなっていう感じで進んでいきます。で持ち手いつもと同じように1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編みを編んでいきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを70目で決めていこうと思います。でこの入ってないところから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、今回開けるので20目目、ここに針を入れて、で細編みでつなぎます。でここ1つ目っていうことでまた13細編みを同じように編んでいきます。はい、反対側も13細編みを同じように編んできて、で半分折ってみてこのセットが半分の中で入ってるか確認して、入ってるのでまた13細編みで19を開けて、今回70鎖編みなので70鎖編みをして13ここまでで編んで、一番最後編めてない5目またここまで編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も同じように編んできて持ち手がつけてこれました。でここの場面なんですけど、このつけたところから数えて今10目目編んでるんですけど、11、12、13個目、この紫の方がこっち側なので合ってるなっていう感じで確認して進めていきます。11、12で13個目13して、でこっち側の目が編み終わって、一番最初編んでなかった分を5目あったと思うんで、ここで1、2、3、4、5で合ってるなーっていう感じで確認して、で最初のこの細編みの頭に裏を見て引き抜くので、手前から向こうに針を入れて引き抜き、立ち上がりを1つして、引き抜きではない一番最後の細編みの頭を裏から通って、でまたこちら側から往復編みで編んでいきます。で1つ目っていうことでマーカーをつけて、でこの持ち手の際まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手の際まで編んできたら、一番最後の1つ手前ここを細編みの途中で編んで、この状態で一番端を飛ばして鎖編み1つ目、ここの1つ目の裏山を手前に置けて、向こうを押すと2本かかってるとこ、ここで糸を持ってくるとこの場面がすっきり見えるので、これで3本同時に引き抜いて2目1つにしていきます。でここでマーカーをつけて、あと何段か編んでいきたいので、またこうしてこう変えてくるんですけど、往復編みでここからも編むので、でその時にこのマーカー入れたところは飛ばして、こちら側とこちら側マーカー飛ばしたところ2目1つにして、ずっと何段か編んでいこうと思います。でこの鎖編みのところは手前を避けて向こうをして、ここで細編み、ここも細編みの頭で取っていきやすくなっていくので、まあこういうところは細編みの頭は細編みですね。ずっと1つに対して1つ何段か編んでいこうと思います。でこちら側のところも、まあ、前回のところで詳しくお伝えしているので、よかったら見てみてください。それで何段編みましたっていう感じでお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで鎖編みの上2段編んできました。往復編みで編んで、でここが一番最後なので、一番最後のところも同じように細編みを入れて、で最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きで、立ち上がりせずに引き抜きではない一番最後の細編みを裏から取って、中表で編んでて、表出来上がりを見て、でこの状態で引き抜きを1つずつしていこうと思います。いつもと同じですね。でマーカーをつけて1つ目っていうことで、で針を入れて糸をかけて引き抜き、それでこういう狭めたところも1つずつ引き抜き編みを入れていこうと思います。ぐるっと1周マーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと1周引き抜き編みをしてきて、一番最後はいつもと同じようにせずに糸をカットして、でスッと抜いて糸始末をしていきます。ここの最初の引き抜きの目を下から上に取って針に糸を通してでいつもと同じように目を作るようにして糸始末していきます。こういうふうに引っ張ってこの出てきたところに戻ってでこういうふうに戻すと裏に糸を持っていけるので裏で糸始末していきます。周りと同じぐらいの目を残してで裏に返していつものように糸始末していきます。こういうふうにかけてちょっと進んでで引き抜いたらまた糸をかけてこの中側に糸端を持っていきます。こんな感じで何回かしたのでここで糸をギリギリでカットします。で私はこの持ち手の中側も引き抜き編みをしていくのでそれでまたこの出来上がり、中表で編んでるんで出来上がりを見てちょっと上がったところここでどの辺からか針を入れてで糸を裏に当てていつもと同じようにこう持ってきてこの状態で次のこの裏山が残っていってると思うので残ってる糸をかけてでこちらの糸もかけて引き抜きこれで1つ目っていうことでマーカーをつけていきますね。1つ目マーカーをつけてで次また針を入れてで次は巻き込まずに置いていくことでここで引き抜きすることで止まってくれるのでこれで1つずつ引き抜き編みを入れていきます。針を入れて引き抜き針を入れて引き抜きで今回は全部入れていこうと思います。針を入れて引き抜きしてここは飛ばしたりすることもあるんですけどこの目が入っているところここも針を入れて引き抜きをしてあとはずっとこの細編みの頭を1つずつ取って引き抜き編みをしていきます。で反対側も同じように取ってぐるっと1周マーカーの手前まで同じように引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じでぐるっと1周引き抜き編みをしてきて一番最後の裏山も針を入れて引き抜きそこで糸をカットしてでセット抜いてで最初の引き抜きの目を下から上に取ってさっきと同じように目を作るようにして糸始末していきます。針に糸を通してでこの引き抜いて出てきたところに戻ったら裏側に糸を持っていけるのでここでこちらの糸は下側こちらは上側っていう感じで分散させて糸始末していきます。で反対側も同じように中表出来上がりを見てちょっと上がったところからぐるっと1周引き抜き編みをしてで糸始末もこの色別で糸始末していきます。グレーはグレー黄色は黄色っていう感じででこちらはもうちょっと残ってるのでこう長く残ってるところは全部さっきしたように糸始末して全部カットしていきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして仕上げてきました。こちらお見せしてるのは裏の編み地なんですけど若干編み地が変わって面白いですよね。表がこういう感じでで表に返してサイズを測っていこうと思います。表に返したのでサイズを、ペタンとした状態で測っていきます。この真ん中の中心部分で 27.5 センチぐらいになっています。でこの幅がペタンとした状態で 24.5 センチぐらいになってますね。3箇所ぐらいで測っとこうかな。24センチ。これでこの持ち手の長さを測っていきます。肩からかけれるぐらいの長さにしてますね。これでこの中側を測っていきます。大体にはなるんですけど、使ってるうちに若干伸びていくと思うんですけど、35.5 センチぐらいになってます。で、持ち手の幅を測ると 1.5 センチぐらいです。で、それぞれ4種類の色を1玉ずつ使いました。こういうところも何か参考にしてみてください。いろんな色でこう組み合わせによって同じレシピで編まれても見え方が変わってくるので面白いと思うので是非いろんな色でいろんな糸で編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。